はい、じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。クローバー出版、代表取締役の小川康です。今日はですね、とても特別な人をお呼びしてお話を伺いたいと、思っています。もうたくさんスピリチュアルの先生の方々、お呼びして対談してきた私ではあるんですけども、今日も本当にね、初めお会いした時から衝撃を、受けた人です。はい、リリー・ウィステリア先生に来ていただきました。リリー先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リリー先生は、はい、まだ皆さん知らない人もいると思うので、簡単に言うと、宇宙の仕組みをシンプルに伝え、多くの人の、願いを叶えてきた人っていうのでは合ってますかね。はい、合ってますか。合ってます。はい、なんですけど、どんな方かなってね、今思ってる人もたくさんいると思うので、簡単でも、たくさんでもお任せしますので、ご自身の方からでもちょっと自己紹介をしていただければなと思います。はい、こんにちは、リリー・ウィステリアです。私は今宇宙の仕組みをシンプルに伝えるために全国を回ってお話をしています。で、田舎に住んでるんですけれども、無農薬野菜を育てながら、なんかこうのんびりした生活と、あと全国回ってアクティブに活動しています。で、もともとはですね、特別支援学校の教師をやっていまして、知的障害の子どもたちと一緒に過ごしていました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。無農薬野菜が出てきましたね。そうなんです、はい、趣味なんですけど、畑があるので、はい、畑で耕運機使って、おー、本当におかしい、ガーってやって、はいはい、野菜をこうたくさん植えて、はい、で、はい、で自分で食べてます。売ってるわけではなく、売ってるわけではなく、はい、でもね、本当皆さんね、僕超田舎出身なので、すごくわかるんで、北海道の超ど田舎出身で分かるんですけど、はい、無農薬とか、はい、ちゃんとした野菜食べた人ってすっごい波動がいいんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。まあ、もちろん肌もね、綺麗だし、やっぱり心とか、その波動が変わるんですよね、無農薬っていうのは。だから、やっぱり初めにね、何かを感じたのは、そういういろんな食べ物とかね、もうあるのかな、なんていうのを思いながら、聞いていましたけども、ちょっと今日は、リリーさんね、はい、本が今回2冊目ですか。はい、2冊目。2冊目です。で、これは今回ちょっと対談のために、はい、ダミーとまでではないんですけど、発売される本とはちょっと違い、想定は違いますけども、はい、イメージで一旦作ってきたものでもあるんですが、はい、2冊目の本が、ね、はい、出るっていうことで、お話をちょっと伺いたいなと思っているわけなんです。はい、で、まず初めに伺いたかったのが、はい、多分皆さん宇宙の仕組みっていうのは何なんだろうと、まず、はい、ちょっと教えてもらってもいいですか。宇宙の仕組みがですね、はい、実は私もともと霊的能力全くないんですけれども、はいはい、25歳の時にちょっと、ひどい心霊現象、大体ひどい心霊現象、はい、もう本当に乗り移られた体験をしまして、で、その時に自分がどの周波数にアクセスするかによって、見える世界が変わってくるっていう体験をしたんですね。はい、で、それから数年後、ある時お風呂にこう入ってゆっくりしてる時に、はい、突然目の前がピカッて光って、はい、で、宇宙が地球をどのように采配しているかっていう映像を見たんですね。采配しているかの映像。そうなんです。超すごい次元の映像ですね。そう、はい、突然、はい、私の目が、宇宙の視点に変わっていて、はいはい、で、宇宙から地球を見て、で、こう地球にたくさんの星がこう散らばってたんですね。うん、で、その星がなんとこう人間の魂で、うん、で、その無数の人間の魂に、一つ一つに、はい、宇宙が青い光を下ろしていて、ピーって下ろしていて、はい、で、1ミリの狂いもなく采配しているっていう映像を見たんですね。1ミリの狂いもなくなんだ。はい、そうなんです。はいはい、なので、なんかこう、偶然はない、全てが必然だっていう言葉がすごくこう、世の中、この世の中に起きていることってのは全部
偶然なく必然であると。必然である、それも宇宙のこう采配によって起きてるんだっていうのを、うんうんはい、もう本当あの1秒も満たない0コンマ何秒の世界で見たんですけど、うんうんはいはい、その時にあの宇宙の仕組みがインストールされたというか、はい、あとはあの宇宙 の、うん、あの記憶を思い出したような感覚がしたんですね。はい、本当はもうあの昔から知っていて、はい、であの生まれてくる前は知っていた記憶を思い出したような感覚がしたんです。それをあの今分かりやすく、はい、あの全国各地に、まあ、皆さんに伝えているということなんですね。はい、まあ、今その仕組みの話をねお伺いしてるんですけども、はい、ということは仕組みを知らない仕組みが皆さんの頭の中にインストールされていないから願いが叶わないということでいいんでしょうか。今多くの人が思い通りの人生が歩めない、何かいつも不満を抱いているっていう人がまあ多いわけですよね。なぜかというと宇宙の仕組みを知らないから。そうですね、本来多分皆さん知ってるんですね、はい、宇宙の仕組みさっき言った通り、はい、本来あなるほどリリー先生だけではなく、本来全員の人が知ってるんですけれども、はいうんはい、その記憶を忘れてしまっているので、はい、それをまず思い出すっていうことと、はい、まあ、人間として思い出すっていうのが難しいのであれば、うんうんはい、今インストールしていくっていう、はいはい、新たにインストールもう一回しましょうと。はい、そうですね、はい、で、やっぱり不思議なことがどんどん、自分が起きていって、はい、で私もともと教員だったってお話ししたんですけど、そうですよね、はい、教員から独立して、完全に独立してまだちょっと1年半ぐらい。あ、そうですか。はい、はい、そうなんです、はい、だけれども2冊目の本を出版させていただくことになって、うんでね、でそれもやはり仕組みを、知っているからなんだろうなと思ったんですね。このスピードでいろんなことが、まあ、叶っていくんでね、はい、なんかほとんどの方は、はい、なんて言うんですかね、方法論で、そうですね、なんか願いを書き出してみて叶うようにとか、ねはい、いろいろされてるんですけど、はいはい、やっぱり仕組みがあって、うん、そのもとで方法を使っていくっていうのが、はいはい、願いを叶える上で、うん、最も早いものかなと感じています。確かに方法論って、はい、やってる時やってる感があって、なんとなくちょっと叶ったかなとか無理やり感で叶ったような気になってるけども、意外とほとんどの人はやったけど叶わなかったって逆に嫌悪感を自分で抱いたりとか、なんかやっぱり私なんてってなってく人って結構多いんですよね。そうですよね。そうそう、逆効果になってしまうっていう。はあ、うん、でやったけどダメだったって、うんうん、もしくは普通に起きてることをこれをやったから叶ったんだと思い込もうとしてしまっている、うん、でも重要なもの何かに関しては叶ってないっていう状況がやっぱりすごく多くの人あるかなっていう、うんまあ、スピリチュアルにもいろんな考え方がありますから、はいまあ、その辺を結構ねスピリチュアルの専門出版社としていろんな方をやってるけども時々気になることがあったわけですよ、はい、僕たちも、うん、でも今のおっしゃったその宇宙の仕組みっていうのをまずインストールしてしまうことによって本当に多分本当の望みがそもそも何かもみんな分かんないじゃないですか、はい、表面的な痛みから逃れたいという気持ちで、うん、その痛みから逃れたい願いであったりとか、うんうん、でも本当の願いって違うところにあったりしますよね、はいうん、使命って何なのかとか、うんまあ、それはやっぱり本当に正しく気づいてほしいなって思う時があるので今回のその仕組みっていうのは、はい、すごく素晴らしいものだなと今聞いてて思いました。だからそれ本当に気づくとリリー先生のように教員辞めてから1年でこんなことになるわけですね。はい、なります。なります。はい。はい、うん、全ての答えは自分の中にあって、うんうん自分の中に、はい、でそれがなぜかっていうと、うん、私たち一人一人が宇宙なので、はい、だから全ての答えが自分にやってくるんですけれども、はい、多くの人は自分以外のものに答えを求めようとするのでさまよってしまうんですよね。 なるほどなので自分自身を見つめると自分、はい、宇宙とつながれるっていうことを深く本の中にも書いてますので。で、ワークをたくさん盛り込んだんですね、うん、その本の中にワークがたくさん入っていると、はい、ワークがたくさん入ってますので、はい、
実際にこうやっていただいて、うん、で私やっぱり実践重視型なんですよ、うんうん、はい、知識たくさん持っていらっしゃる方って多いんですけど、はい、で私逆にスピリチュアル知識から入ったタイプではなくって、はい、全部自分の体験から、はい、やってきて、はい、体験をもとにこう行動してきたタイプなので、はい、やっぱり行動しないと願いは叶っていかないですし、うん、でもじゃあ実際どうやって行動したらいいんだろうっていうところを本に全部まとめています、うん、なるほどですね、はい、なかなかスピリチュアルもたくさんね伝えてる人はいますけども、はい、やっぱりリアルなお仕事を本当にされてきて自分の行動の中で皆さんもできるように再現できるようにしてきたノウハウっていうのは、はい、なかなかないんですよね。なかなかないんですよね、はい、実はね、なんかすごいなと思ってるけどじゃあ実際どうすればいいのってかけていたりとかね、はい、っていう人が、まあ、多くいらっしゃるんですけども、僕もさっき話少し聞いてて素晴らしいワークとかねだなっていう感覚を受けましたので、ぜひ皆さんにねこれは知っていただきたいなと思うわけなんですけど、はいすね、はい、これ全部は言えなくても、はい、今回のその本のポイント、はい、これちょっと編集さんが横にいるんでね、はい、これ言うなよみたいな話になるとは思うんですけど、はい、ここが見どころっていうのをもし言うとしたらワークがたくさんあるということと、はい、あと何でしょうね、あとこれちょっといきなりずれるかもしれないですけど、あ、いいですよいいですよ、はい、イラストを私が描いてるんですね、うん、はい、これはい、そうなんです、本のイラスト全部リリちゃんです私です、リリちゃんです、はい、私絵を描くのもすごく好きなので、うん、はい、文章だけではなくその宇宙のその世界観を、はい、こうイラストとか、はい、そのアクリルで表紙も描いてますけど、はい、そういった感覚的に皆さんに伝わるように、うん、文章と絵をまずセットにしていますね、はい、うん、とにかく、ね、じゃ読みやすいっていうのがありますよね、読みやすいっていうのは、うん、文字と絵、画像が、画像とか絵があるっていうことで、はい、スッと入りやすい内容になっています、はい、素晴らしい、で、はい、あと内容がとても盛りだくさんで、はい、まずですね、ピット宇宙につながる最強の考え方なんですけど、はいはい、やっぱり私たちの願いって、うん、最も叶えたいものって、うん、魂の願いだと思うんですね、魂の願いであると、はいはい、で私たち、うん、全ての人が今世生まれてきたミッションを持っているんですね、うん、はい、なのでそのミッションをどのように、うん、見つけて、まあ、遂行していけばいいよいかっていうことを、うん、詳しく書いています、うん、でミッションを遂行していく段階で、うん、どうしても行き詰まってしまうことっていうものもあると思うので、うん、はい、そういう時には実際にどうやって動いたらよいかっていう具体的なヒント、はいはい、Q&A に壁の乗り越え方みたいな、そうですね、こういう時はこういうふうに乗り越えていきましょう、はい、実際にこうワークをする時に、うんうん、つまずくポイントってあると思うんですよね、うん、そういったものもちゃんとこうフォローできる、すごい丁寧ですね、丁寧に作ってます、はいはい、大体ね、皆さんこう一個二個やってつまずいてそこでね戻ってしまうっていう人が多いから、 そこでやっぱり乗り越え方まで書いてもらってるってすごいことですね、はい、はい、素晴らしい本になってるんですね、これありがとうございます、まだね中身までできてないですからね、はい、楽しみなんですけども、はい、まあ、本のタイトルは、はい、ピッと宇宙につながる最強の叶え方ですね、はい、タイトルはこれでもう決まり、決まりです、はい、決まりです、はい、ありがとうございます、はい、はい、まあ、何度も言いますけど、ちょっと表紙はね、はい、実際のものは変わりますけども、はいはい、ほとんどイメージはこの、ね、イメージはこういう感じで、はい、リリーさんの自分で書いた絵と、はい、文章で、とても読みやすくなっているということなんですけども、はい、今回、まあ、こういうふうに動画をね見ていただいた方もたくさんいるし、多くの人に、リリーさんの本をね楽しんでほしいということで、はい、特典付きのキャンペーンをされるということで、特典を用意していただきました、はいはい、これも正式な、ね、名称ではないですけども、音声ファイル、はい、そうです、音声ファイルが大体30分から40分ぐらいになるかと思うんですけども、はい、宇宙の仕組みをインストールする音声、はい、そしてもう一つか、まあ、一個になるかもしれないけども、はい、宇宙とつながる誘導瞑想、はい、はい、これ合わせて30分から40分ぐらいの
音声をプレゼントさせていただきます、はい、本を買っていただいてキャンペーンページから特典申請した方ですね、はい、した方なんですけど、他にもあるんでしたっけ、特典なんか。そうですね、画像、はい、画像、私が書かせていただいた、はい、この表紙の、はい、カバーの画像と、はい、うん、あとですね、中にも実は何点かイラストを書かせていただいてまして、うん、はい、でそのカラーのものを、うん、画像でダウンロードできるようにプレゼントさせていただきます、はいはい、素晴らしい、このインストールの方法を本で読んだ後に音声でも復習できて、はいはい、どこでもね、電車の中とかでも聞けますよね。そうですね、イヤホンがあればね、はい、うん、瞑想だけちょっと、ちょっとあんまり表でね、車の運転は気をつけていただきたい表で気をつけないとね、はい、ちょっと事故にね、つながりますけど、気をつけていただきたいですけども、皆さんがこちらの本を読んでいただいて内容もより深めていくための、はい、特典を用意させていただきましたので、ぜひキャンペーンにですね、ご参加いただきたいと思っておるんですが、キャンペーンはどこでやってるのかというところは、はい、実はこの動画が終わりましたらば、自動的にキャンペーンページがなんと皆さんのスマホパソコン上に現れるようになっています。ですので、このまま動画を切らずにお待ちいただいて、早速キャンペーンページをですね、ご覧になっていただいて、この中身を改めて確認していただきたいなと思っております、はい、本当に今日リリーさんと初めてお会いして、はい、やっぱり一目見てわかることってあるわけですよ、はい、もう自分で言うのもあれなんですけども、うん、そういった中では、はい、本当に衝撃といい意味の衝撃をいただいた、はい、本当にごくわずかなね、人の一人になったなっていう感覚をすごく受けているので、皆さんもね、実際にお会い、ね、講演会とかぜひ行かれたらいいかなと思ってますけども、お会いするとすごいね、エネルギー、いいエネルギーが伝わってくる方ですので、こっちも波動調整してもらえる感じがします。はい、ぜひリアルにも会っていただきたい人でございます、はい、今日は、リリー・ウィステリア先生に来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。